はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年3月10日日曜日に収録しております。今日は一昨日3月8日に放送されましたそれスノーマンにやらせてください。今回はスノーマン阿部亮平さん、阿部ちゃんが、昨年4月からそれスのゴールデンタイムでの放送が始まりましたが、この放送の中で生まれた、私は名コンビの一つだと思っております阿部ちゃんとローランドさんの二人が、今回はもう私の生活にももう切っては切れない、会社になりました。本が一番多いんですけど、ほぼ毎日のように商品を届けてくださいますアマゾンの、今までバラエティ番組が入ったことがない、撮影カメラが入ったことがないところに入っての取材会だったんですけども、そのアマゾンの配送センターのようなところの映像もすごく興味深かったですし、また阿部ちゃんとローランドさんのお二人の本当になんかこう自然なお二人のなんか関係性、無理のない、でその中で生まれるなんかすごい素敵ななんか世界観みたいなものが、私前回からすごくこの二人名コンビやなと思ったんですけども、今回もそれを感じられるすごく素敵な放送だったので、今日は3月8日のそれスノと、そしてまた3月7日に記者会見がありました。いよいよ上演が近づいてまいりました。4月1日から新橋演舞場で祭り柄の上演が近づいてまいりましたが、今回この公演されます岩本ひかるさん、そして宮舘涼太さん、深澤辰哉さんの3人が3月7日にこの柄について記者会見されて、きっと翌日スポーツ紙などでも取り上げてるやろなと思って、翌日見に行ったら、ほぼすべてのスポーツ紙が、この記者会見の模様を取り上げてたんですけども、その中でも、比較的ちょっと大きく取り上げてくださってたのが、この日刊スポーツさんと、そして、このスポーツ日本さんも結構、大きく取り上げてくださってましたので、私は残念ながら、チケットは、当選できなかったんですが、近づいてきました、この祭り柄。そしてまたこの記者会見の言葉の中でも、その滝沢歌舞伎についても触れておられて、で、私は、その、スノーマンの、魅力にどういうふうにたどり着いたかっていうことを、よくお話しするんですけど、もともとは、その、目黒蓮さんの演技、サイレント、月の満ち欠け、私の幸せな結婚と続いて、こんな素晴らしい青年、素敵な演技をされる方が出てきたんやなというところから、そこからその昨年、4月、その滝沢歌舞伎ゼロファイナル、その映画館でのライブビューイングがあったので、私には3回見に行かせていただいて、これで決定的に、すっごい、まず私実力やなと思って、このスノーマンのもう魅力にしっかりとハートをつかまれたんですけども、残念ながら昨年ゼロファイナルと銘打ってるということもあって、これでしっかりと滝沢歌舞伎の歴史に、スノーマン自身が、滝沢秀樹さんが、事務所から離れられたということもあるんですけど、昨年しっかりとこの幕を自分たちで下ろされたということも、すごく素敵やなと思いますし、またそれをなんか認めてくださった、当時のあの事務所も、私はそれも立派やなと実は感じてたんですけども、で、あれでゼロファイナル終わってしまったのかなと思ったら、今回はまた全く違う形で、本当にこのスノーマンが新たに生み出す、また新橋演舞場で始まる歴史かなと思うんですけども、そちらについてなんかすごくまた素敵な言葉が、記者会見の中でありましたので、この新聞記事も含めてちょっと紹介させていただきたいと思いますので、今日は、阿部ちゃんのそれスノと祭り柄のちょっと合体した形でお伝えさせていただきたいと思いますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、まずはこの3月に入ってきたら、4月から番組が、始まる番組もあれば、寂しいんですけども、もちろん当然のことながら、この3月で終わる番組もあって、そのあたり各テレビ局が、4月からの改編の発表なんかをされてるんですけども、嬉しいことに、
3月5日に TBS の改編があったらし、発表があったらしいんですけど、その中で、それスノーマンにやらせてくださいは、継続して放送すると発表したとありますので、これはもうまずスノータンといたしましては、その番組としてはまあもちろんスノーマンのレギュラー番組、すごく大切なレギュラー番組ですし、まあ昨年の4月からこのゴールデンタイムの放送が始まったんですけども、もうパラビ時代からこうずっと続いてる、本当にやっぱりスノーマンにとってはすごく大切な、ある意味このテレビ番組としては一番大切な番組かなと思いますので、このゴールデンタイムの放送がまた4月以降も継続するということを発表していただけたということを、まずはまあその他皆さんと一緒に喜びたいと思います。おめでとうございます。でまたまあこの1年間もまあ無理のないように今回の放送の後もまた2週休みがあって次がまた USJ の3時間スペシャルということなのでまあ2週休みがあってということになるんですけどなんかまあ毎週放送していただけるに越したことはないんですがこういう形でまあ1週空いたり2週空いたりってしてるのもこのそういうことも含めたなんかこの放送スタイルでずっと長くね続けていただけたら嬉しいなと思ってますのでまずは4月以降もまあ続くやろなと思ってたんですけども、こういう形で発表していただけて本当に良かったです。で、また一方、その、冒険少年が、3月で、前回の放送かな。で、まあ、ひとまずこのレギュラー放送が終わるっていうことで、まあ、それちょっと寂しいんですけど、また特番として年に何回かきっと放送してくださるのではないかなと思いますし、なんかこう、それを思わせるような、なんか発表もあったと思いますので、それはまた期待させていただいて、また楽しみにさせていただきたいなと、思っております。で、まずは一昨日の、まあ、Amazon なんですけども、昨年の、確か11月に、この安倍ちゃんとローランドさんのコンビで、あの時は JAL のまた、その今までバラエティ番組に入ったことがないところに潜入しての放送やったんですけども、あの時にもまた動画でお話しさせていただいたことよく覚えてるんですけど、最初、ローランドさんはもちろんグイグイ来るので、それはもういつもどんなとこに出てこられても、私ローランドさん、この方も本当に全く嘘がない人やなと思ってるんですけど、まあ全くローランドさんはローランドらしく、もうグイグイ来るから、はなんでこんなコンビ、安倍ちゃんは自分から前に前に出張るタイプでもないし、安倍ちゃんとローランドさんの二人でやったら、なんかローランドさんはもう当然いつも通り前に出てくるし、それは安倍ちゃんが後ろから笑ってるみたいな感じになって、安倍ちゃんのせっかくの良さが出えへんやんかって撮影が始まった時に思ったんですけども、あの時の動画でもお伝えしましたが、安倍ちゃんのやっぱり人間力の凄さやなと思うんですけど、ところどころなんか発言される言葉が深くて、そしてまた人柄もなんか自然となんかその人柄の良さが伝わってきて、まあ育ちの良さみたいなところもあると思うんですけど、で最後はやっぱりローランドさんもそれを感じてられて、その今日一日一緒にいてて、まあロケをさせていただいて、その私はその安倍ちゃんのなんかファンになりましたっていうようなことをなんか正直にお話しされてて、なんか自分って出なくてもああいう形で本当になんか魅力のある人っていうのはなんか自然と伝わってくるんやなっていうのはなんかこの年になってこの深夜になっても改めてなんかすごく教えていただけた気がしますし、そのまたこの第2回なのでもうローランドさんがいつものように遠くから現れてゆっくり歩いてこられてなんか自然と安倍ちゃんとローランドさんがこうハグされるもう姿だけでも、ああ、またこの二人が見れてよかったと思いましたし、あのハグのシーンでも、なんかすごくもう、なんか喜んで、見られた方もきっと、その他の中では。多かったのではないかなと、思います。まあ、ちょっと余談なんですけど、昨夜3月9日土曜日、京都の、まあ、京都駅にありますグランビアって言って、まあ、ものすごく素敵なホテルで、今日の呉服屋さん、もう着物のなんかお店がみんなで組んではるこの組合の主催で、私はディナーショー、私と、まあ、東京から帰ってきていただきました、みゆきちゃんと二人でディナーショーをさせていただいたんですけども、昨日すごく、まあ、豪華なディナーショー
な所で歌わせていただいてすごく幸せだったんですが、で、司会をされているのが、まあ、着物の関係のこの組合なので、その司会をされているのが、すごく綺麗な、昨年の、ミス着物の女王に選ばれた、宮田さんっていう大学4回生とおっしゃってたんですけども、宮田さんが司会をされてて、で、その終わった後に、その司会の宮田さんと、まあ、司会もしていただいてありがとうございますってお話をしてたんですけども、なんと宮田さんの方から、堀井さん、実は、素の丹だったんですね、って言って、いや、そうなんです。なんか、動画とか見ていただけば、そうなんです。なんか、この、ま、今日は司会をさせていただいて、堀井さんの紹介をさせていただいたりするので、ちょっと見させていただいたら、すぐに、もう、スノーマンのことを熱く語っておられる動画を見て、素の丹やって分かりました、っていうことで、まあ、一気に距離が、もう、年の差を超えて縮まったんですけど、でちなみに、その、誰推し、誰丹ですかって言ったら、私も、アメちゃんなんです、ということで、スマホを見せていただいたら、もうスマホの裏には、安倍ちゃんの写真がいっぱいこう、なんかね、シールみたいなものが貼ってあったので、昨日のすごく素敵な、大学4回生の美しいミス着物の宮田さんは、安倍丹やったということで、なんかああいう形で、全く違うこの仕事の現場で、年の差も違うのに、シニアと大学生のすごく綺麗な素敵な女の子と、また同じスノーマンのファンやっていう、スノタンやっていうところで、もう一気にもう距離が縮まるのもね、ああなんかすごくなんか素敵なことやなと思ったりしました。すいません、余談になりました。その、まあ、ミス着物の、美しい宮田さんもファンやという、まあ、安倍ちゃんの、8日は、まあ、放送会やったので、きっと楽しみに見てもらえると思うんですけども、今回なぜか、音楽が流れてきたら、あ、もうこの都市伝説で行くんやな、と今日思って、関明夫さん、風で、まあ、黒ずくみで、まあ、前年でも、安倍ちゃんが、なんか黒ずくめの、衣装をされてたら、なんか、すごく似合って、かっこいいし、なんか、まあ、都市伝説いうより、なんかメインブラックみたいな雰囲気に私が見えたんですが、どうでしょうか。だから、メインブラック調に、なんかこれから迫っていただくのもいいし、なんかローランドさんが、もしかしたらこれ二人で、NASA に行くんじゃないとかっておっしゃってたから、まさに NASA の方に行くんやったら、その、ちょっとメインブラック風になんか行っていただいてもいいなと思いましたし、安倍ちゃんの最初のところの、それは、アマゾンっていうあたりが、私も思ったんですけど、あれ確か、ショッピーが言うたかな、なんか、関さんというより、粗品さんが入ってるやんっていう風にね、なんか、確かあれはショッピーが言ってたと思うんですけども、まあまあ、安倍ちゃんの、なんか何をやっても、やっぱり人柄の良さ、品の良さがあるから、まあ改めてね、すごく素敵やなと思いましたし、まあ本当にアマゾンに関しては、もう本、CD、まあこのあたりは基本、私もまあアマゾンで注文して、時々やっぱり書店がどんどんなくなってきて、まあできるだけ本屋さんで買いたいなと思ってるんですけどって、まあ言うんですけど、やっぱりもう便利やっていうことで、まあこれまあいいとか悪いとかのけて、もうアマゾンでポチッとしてしまいます。ただまあ、アマゾンもやっぱりまあすごいのは、朝早い時間でしたら、その注文したら、今日中配達っていうのがあったら、うわ、今日の夕方ぐらいには届くやのと思って、どういうシステムでこれ今日届くんかなと、まあ、不思議に思いながら思ったんですけど、なんか配送センターみたいなものが全国に25箇所ぐらいあるみたいなことがなんか放送で言ってたと思うので、フルフィルメントセンターかな。そういう形で、私なんかもまあ、Amazon で CD をまあ販売させていただいているので、その商品を、CD を納品させていただくときには、千葉の配送センターに送らせていただくことが多いんです。ですけども、まあ、結構多分全国的にもなんかこうその全部が千葉から送るんじゃなくて、その全国にいろいろあって、そこからそこに商品があるものに関してはなんか当日届けてくださるんやと思って、当日朝注文して夕方届くって私、まあ、すごいなと思ってるんですけども、まあ、そのあたり、まあ今回の放送でなんかまあ本当にまあ無駄を排してますし。
まあ本当にあの従業員のためのことも快適な空間、仕事環境をなんか作るっていうのを会社のモットーにしておられるっていうこともなんか今回の放送でより分かったので、まあもう有名なのはもう創業者ジェフ・ベゾスがもう世界で1位、2位を争う、もう本当にまあ資産家に今なられてますけども、まあ最初の段階でやっぱりしっかりとしたそういうまあフィロソフィー的なものをちゃんと気づいてなんかここまでやってこられたんやろうなと。思いました。で、まあ、ソレスノのこのゴールデンタイム放送が生んだ、私、安倍ちゃんとローランドさんが名コンビの一つやと思いましたって言ったんですけど、もう一つ私の中では、だからこの、安倍ちゃんとローランドさんと、もう一つ私名コンビやというのは、ショッピーとマットさんのコンビもすごく好きで、で、まあ、お二人とも、まあ、美容男子、日本を代表する美容男子に、まあ、なられたと思うんですけど、あの、美容に気遣っておられるマットさんが、結構、なんかこう、山の中とか入られても、なんか平気な感じで、虫なんかも持たれるし、それをショッピーにこうやって、わってやったら、うわーって言ってる、あの二人のあの、関係性も好きなので、私の中では、この、それすのが生んだ、なんかこう、生まれた名コンビは、なんかこう、安倍ちゃんとローランドさんと、ショッピーとマットさんが、なんかすごく素敵かなと思いました。で、まあ、相変わらずね、ローランドさん、大切なところで今回ちょっと噛んではったのが残念だったんですけど、光合成、光が足りないときは俺が呼んでくれたら、俺が光合成をしてあげるみたいな感じの、もうなんか本当に私たちが求めてる、期待してる、なんか、ローランド語録をね、出してくれはるのも良かったし、で、時々、スタジオの方に行って、名言ルーレットっていうので、回して、このメンバーが名言をするんですけど、やっぱり、改めて、ローランドさんがやっぱりすごいんやなと思って、急に、その名言を求められても、なかなか、成功例が今回は少なかったと思うんですが、まあ、それを全部、コウジ君、ビバン風のコウジ君で、失敗っていう風に、ちゃんとまあそれを、救ってくださってたので、まあそれも良かったと、まあ思うんですけども、まあなかなかやっぱりアドリブで、ああいう風に、考えるのは、発言するのは、難しいもんなんやなと、こっちが見てるだけは、なんともね、そんな風に思わないんですけど、で、最後この安倍ちゃんが、そのアマゾンさんのことを、そのまあ私たち分からへんけども、こうして本当にもう毎日届けてくださる、このまあアマゾンさんの会社の姿勢に対して、まあ、影の努力の天才って、まあ、安倍ちゃんがアマゾンのことを言うて、で、また、ローランドさんが、ローランドさんもローランドらしいなと思うのは、俺はこういうことを、こんだけやってるっていうのを言ってしまうタイプやけど、安倍ちゃんはそういうことを言わへんから、安倍ちゃん自身が、アマゾンじゃんっておっしゃってたところも、なんかね、もう安倍ちゃんの良さをまた今回も改めて、ローランドさんはしっかり分かってくださってるなと思ってたので、また、まあこれからも何ヶ月に一回か、安倍ちゃんとローランドさんの、まあ名コンビで、JAL に行かれたし、Amazon に行かれたし、さあ次どうでしょうね。ユニクロなんかも行っていただいても、なんか私たちが入らへんユニクロの、なんかこう、内部のところも入っていただけたりしても面白いなと思うんですけども、そしてゆくゆくは、ローランドさんが言っておられたように、ちょっと海を渡って、NASA に潜入していただけるような、なんかそんな企画も、ぜひ、それ、そのスタッフの皆さん、ぜひ検討して、ちょっと試みていただけたらありがたいのと思っております。それすのは2週間休みで、次回が3月29日、もう一部、目撃情報が X で出ておりました。USJ での、まあ、スノーマンが行かれての、まあ、3時間スペシャル、3月末を、楽しみにさせていただきたいなと思っております。今回の安倍ちゃんとローランドさんの、それすのすごくまた良かったです。楽しませていただきました。じゃあ続きまして、祭り柄の記者会見を3月7日にされたということで、
まずこちらが日刊スポーツ。この後でね、ちょっとこの記者会見の記事の、紹介させていただきたいと思うんですけど、この日刊スポーツの中では、この中で伊達様が日本の文化祭りを象徴した舞台、今まで誰もやったことがないようなフライングをさせていただく予定ですっていうことなので、今回祭りがではなんかねフライングがあるみたいですので、また皆さん楽しみにしていただきたいなと思いますし、さらに大きく取り上げてくださってました、こちらのこちらがスポーツ日本のこの記事の中では、また興味深いところでは、3人が演出も担当、日本の文化である祭りに洋の要素を盛り込みながら表現し、新曲も披露するということなので、新曲もね、私すごくね、ぜひこれライブビューイングもしていただきたいですし、円盤はおそらく円盤化されるんではないかなと思うんですけど、ぜひ、まあ、前日ではなくてもいいので、ぜひライブビューイングを、していただけたらむちゃむちゃ嬉しいので、よろしくお願いいたします。新曲もすごく楽しみです。で、またすごくね、素敵なコメントで、これはひーくんやと思うんですけど、新橋演舞場からはパワーを感じるといい、神社やお寺に行く感覚で来ると、より世界観に、没入しやすいということで、なんかヒークがもう、まあ、ある意味聖地っていう、まあ、意味合いやと思うんですけど、新橋演舞場に来るのに、なんかこう、神社やお寺、またこのパワースポットに行くような、なんかそんな気持ちで来てくれたらより感じられるということをお話しされてて、で、また、衣装は伊達様が担当されるということで、で、今回オープニングの衣装は、世界的ファッションデザイナーの、越野純子氏が担当っていうことなので、まあまあ、またむちゃむちゃ、まあ、素敵な、また、そしてまた、きらびやかな、派手な、なんかこう、世界になんかこう、打って出られるような、そんな、なんか素敵な衣装を、今回ね、また楽しみにさせていただきたいなと思っております。で、この3月7日の、記事に関しても、ネットでもすごくたくさんの記事が出てるんですけども、その中でもね、すごくなんか素敵にまとめてくださってる記事があったので、ちょっと紹介させていただきたいなと思うんですけども、スノーマン、岩本照、深澤辰也、宮舘涼太が主演演出を務める舞台、祭り柄の制作発表会見記念が3月7日都内に行われたということで、で、その模様なんですけど、この舞台4月1日から29日まで東京新橋演舞場で上演されるとあります。新曲も披露されることが決定した。岩本が振り付け、宮舘が衣装を手掛け、世界的ファッションデザイナーの越野純子さんがオープニングの衣装を手掛けられるということで、これまで新橋演舞場で滝沢歌舞伎シリーズをはじめとする数々の舞台を経験し、舞台機構を熟知した3人が共に手を携え、タイトルにふさわしい祝祭感がみなぎる華やかでエネルギッシュな舞台を繰り広げるということにあります。で、会見冒頭、ひーくんは、本日はお時間を作ってくださりありがとうございます。この新しく始まる祭り柄という作品の制作発表をしっかりさせていただくことを本当に嬉しく思いますと挨拶。ふっかさんは、ちょっと今日は、俳優モードで来ていまして、面白いことは何も言えないかもしれないんですけど、祭り柄のことを熱く語っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますと、早速、冗談で場を和ませるということで、まあ、春になったらの撮影現場から来られたのかもしれないんですけども、ふっかさんらしく挨拶され、そして伊達様は、こうして祭り柄という作品で新たなスタート、一歩を踏み出せます。今日は皆さんに僕らの熱い思いをたくさん受け取っていただいて、もっともっと祭り柄の魅力を皆さんに知ってもらえるチャンスだと思っていますので、よろしくお願いしますってご挨拶されました。で、まあ3人で舞台出演が決まった時の気持ちをひーくんは、素直に嬉しかったです。これだけ連続で立たせてもらうことはないというぐらい、新橋演舞場さんのステージに立たせてもらって、僕たちは育ってきて、また新たな形で新橋演舞場のステージに立てるということを分かった時、また春が来ると思いました。
これもしかしたら、ふっかさんの、春になったらにかけてくださってるのかなと思うんですけども、で、だてさんももう、僕も本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。新たに3人で演出ということで、未熟な部分もあるかと思いますが、今一生懸命稽古に運んでいる段階で、その稽古を一日一日やっていくごとに楽しみに変わってきました。なので、早く見ていただきたい気持ちでいっぱいです。ふっかさん、素晴らしい。二人が全部言ってくれた。僕が言いたかったことと届けつつ、やっぱり嬉しかったですね。新橋演舞場というところも僕たちすごく思いがあるというか、思いがたくさんあるので、そのステージにまた改めて立てるということで、すごく嬉しいなと思いますということで、なんか、ふっかさんがおられると私はまあすごくなんか、微笑ましくほっこりするなと思うんですけども、さすが、同じく5月5日生まれのふっかさん、大好きです。祭り柄というタイトルに込めた思いについて、伊達様は祭りと書いていますけど、外国語でお祭りのことをガーラというふうに、まあ、言うんですが、僕らの場合はこれをガラともじりまして付けさせていただきました。日本の文化でもある祭りを象徴した舞台になっていくんじゃないかなと思います。そして和と洋の融合を空想の中で実現させるという僕らの思いで付けさせていただきましたと熱く語るであるんですけど、ヨーロッパで、なんか結構、まあ、ガラパーティーみたいな言い方があるので、まあ、ガラっていう呼び方、ヨーロッパ、スペイン語なんか、フランス語なんか、なんかどちらでもね、なんかこれガラっていう言葉は使われてると思いますし、英語ではゲイラみたいな呼び方があるんかな？なんかね、英語では祭りでは、なんか私はフェスティバルっていう感じになるので、あまりこの英語圏では、そのガラっていう言葉の使い方されるんかな？またこのあたりガラっていう言葉、その英語圏では使うのか使わないのか、わざとなんかヨーロッパ文化を取り入れるみたいな形で使うことがあるのか、こういう困ったことがあると、在住のほっこりカフェ、純子先生、またこのガラっていう言葉の使い方について、なんか教えていただきたいなと思います。この、伊達様、ここでは祭りを、英語、外国語ではガーラっていうなんか呼び方は私あんまり、なんかイメージがないんですが、まあ、このあたりまた、純子先生、教えてください。お願いします。で、また祭り、このタイトルロゴには3人それぞれの下の名前の頭文字、光の日、達也の田、良太の理、の文字が刻み込まれているということでありまして、そしてまた、おのおのの役割について、振り付けを担当する山本は、振り付け、演出、構成、照明、ほぼほぼ僕は入らせてもらってるんですけど、どういう風に踊ったら面白いかとか、どういう風に踊った方がより二人や他のキャストさんのエネルギーを見てくださる方に届けられるかなっていうのを、頭の中で想像しながら、振りを作っている最中とコメント。もうこのあたり本当にやっぱ大和ひかるさんのなんかこう実力の凄さっていうのはまあ今までも感じてるんですけども、ですので嵐の中では松本潤さん確か今回あれ正式発表されてるんですかね、ウィアなんとかほっこりカフェからお一人でも多くの方が当選していただきたい、もちろん自分も行きたいんですけど、ウィアの演出はなんか一説によるとその松本潤さんが総合演出を務められるんじゃないかっていうまあ、なんかこう記事もあったんですけど、またこの嵐の中での松潤さんのように、このまあ、スノーマンの中での岩本ひかるさん、そしてまたこのスノーマンの枠を超えても、これからなんか、様々なご自身が出張る舞台もそうやし、ご自身が出ずに演出だけをされるような舞台なんかでも、総合演出、岩本ひかるっていうことで、なんかそういった面でも、さらに岩本ひかるさん、ひーくんの活躍の場っていうのは、これからなんか無限になんか広がっていくんではないかなと思いました。衣装を担当する宮舘は、岩本が作る振り付けの世界観とか、大勢のキャストさんとのバランスを取らせていただくのと同時に、オープニングの衣装を世界的なファッションデザイナーでもあります、越野純子さんにお願いしまして、ド派手な衣装を作っていただくことになりました。何回か打ち合わせとフィッティングをさせていただいて、今、修正段階に入っている途中です、と明かした。楽しみですね。そして、ふっかさん、
僕は、ひーくんが、まあ、振り付けなんかを担当される。伊達様が、この衣装の方を担当される。そして、ふっかさんは、僕は、差し入れ担当と笑わせる。僕たち3人は同じグループで常に一緒にやってますが、キャストの皆さんには初めて会う方がいたりする中、作品を作る上で、スタッフさんとキャストの皆さんとの絆みたいなものって、やっぱり大事だなと思ってて、その時に僕に何ができるんだろうと思った時、これ差し入れだなって、4日後ぐらいに1回ピザパーティーをありますと高らかに宣言し、これには宮舘でも初めてできましたと目を丸くしていましたということで、いいですね。もう本当にもうなんか、まあまあもう本当にもうふっかさん、やっぱり私は存在の愛っていう言葉があって、そんな方がおられるだけで、なんかみんながこう、微笑む、みんながほっこりする、みんなが幸せな気持ちになる。さっくんもそういうとこあると思うんですけど、でもふっかさんもそういう、なんか存在の愛を、お持ちの方やなっていうふうに、思いました。続いて、滝沢歌舞伎時代から17年続いた、滝沢演舞場時代から17年続いた滝沢歌舞伎シリーズが終わり、その後をつくプレッシャーはあるのか、祭り柄も4月の名物恒例として、今後も続けていく気持ちがあるかという質問が飛ぶと、ひーくんは、プレッシャーは僕個人としては正直、全く感じていないです。この作品はまだまだ初めてで、僕たちが描きたいこととお客さんの心に本当に届くものが一致しているかどうかもわからない段階。でもその試行錯誤している時間が楽しいよね、なるぐらい3人ともスタッフさんと笑顔で打ち合わせをさせてもらいながら進んでいる作品なので、それが新橋演舞場でちゃんとお客さんに伝わったというのを感じたら、多分そこは欲が出てくるんじゃないかなというふうに思っています。なんかこう変な気負いもなく、なんか本当にこの方は、まあ自然体、そしてこういう気持ちになれるのは、もう日頃からもう十分すぎるほど自分を追い込み、鍛え上げて、そしてまたその実力があるからこそ、もう気負うことなく、なんかその目の前のことになんか向き合っておられるんやなっていうのをなんかすごくこの言葉からも感じました。まだ新橋演舞場から始まった作品が、いずれは海外にという思いもそれぞれしっかり持たせてもらった上で、お祭りという日本の良さ文化を海外に伝えていける作品に仕上げて育てていきたいなという思いを持ちながら、公演に臨みたいなと思っていますと覚悟をにじませた。深澤はそれこそ海外もそうですけど、やっぱり地方とかも行ったりして、より多くの人たちにこの祭り柄という作品を見てもらえたらなと思いますっていうふうに深澤さんがおっしゃってて、ここでまあ地方っていうこともふっかさんが言ってくださってて、まあ、ふっかさんはいろんなインタビューでも、より多くの人に、まあ、なかなかチケットが取れない、もう、スノーマンの舞台を、まあ、見てほしい、ステージを見てほしいとおっしゃってるんですけど、ここで、地方っておっしゃってますので、ぜひ、来年は、新橋演舞場で、また、祭り柄が、また上演されるといたしましたら、もう一箇所絶対にやってほしい。まあ、全国でいろんなところやってほしいところも地域であると思うんですけども、私のこの京都にはもう日本に誇ります南座がございます。そしてまた滝沢歌舞伎ゼロがまた上演された南座でもありますので、来年もしまたこの祭り柄上演されることがありましたら、ぜひ私は南座でも、ぜひ上演していただきたいと思いますので、どうか皆さん同じ思いを持ってなんかそんな願いを届けていただけたらありがたいなと思っております。チケットを取られた方、4月1日じわりじわりと近づいてまいりましたので、皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思いますし、ぜひまたライブビューイングもなんか開催していただけましたら本当にありがたいです。よろしくお願いいたします。今日は3月8日に放送されましたソレスの、名コンビ阿部ちゃんとローランドさんがAmazon の、私たちが見たことがない、バラエティが入ったことがない、ところの、映像を交えて、すごく素敵な関係性もまた見せていただいた、すごく素敵な放送でしたので、その、昨日のソレスノと、そして3月7日に記者会見されました、その模様を合わせてお伝えさせていただきました。本日も最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。よかった君と出会えたから
てきてよかった君と出会えたから」